2020明治安田生命 J2 リーグは第9節です。京都サンガ FC 対 FC 町田ゼルビアの一戦をお送りしてまいります。さあ少し蒸し暑さの残るこのサンガスタジアムのピッチに両チームのイレブンが歩を進めてまいりました。そして今ピッチ上では安藤潤選手、先日の第6節で J 通算300試合を達成されたということで、奥様それから息子さんから花束を受け取って、サポーターからも大きな拍手が送られました。さあそれではその京都サンガのスターティングフォーメーションですが、352と予想しています。3バックは本田が戻ってきて、ヨルディ・バイス、さらには安藤という、このあたりの強いディフェンス。そして一方町田の方のスターティングフォーメーションですが、こちらは 4-4-2 と予想しています。まあ、3試合連続で同じメンバーということになりましたが、このあたりもまあ監督の色が出てますよね。前線の安藤、ここは一旦落として平戸、打てるかどうか。2人で囲んでいく、まだ平戸がキープします。このあたりは強い。さあ一旦左振って奥山が上がってきている。安藤の前ヘディングシュート、ここはスルスルっと最後上がっていったところで、まず安藤が一つらしいヘディングを見せていきました。ただここは野田をキープして、さあ宇高とのコンビはどうか。宇高打っていく、まだ後ろにディフェンダーは揃っていましたが、しっかりとシュートまで持っていきました。このあたりはなかなか前へというボールは出しにくい町田の守り。ここで裏を使って、さあ一気に飛び出してきた、折り返したところ、宇高はどうか、戻したところ、中野のシュートをブロック。もう一度庄司のシュート、わずかにバーの上。しかしここは素晴らしい波状攻撃でした。京都サンガ吉尾が下がるんですよ、はい、そうすると3バックのところに両サイドハーフも行きにくくなったりしているので、両ウィングバックを気にするばかりに下がらざるを得なくなる。さあここは左利きの吉尾のシュート、よく止めた赤原。平戸からマソビッチ、ここのワンツーは通らない。安藤潤がこのディフェンスから、さあ前に繋いで、川島、さあここは2対1になっている。ピーター・ウタカスピードアップ、さらには野田も上がってきた。野田フリーだ、左足のシュートはゴールキーパー木本、しかし川島もここも止めた。町田ゼルビア、このボールをしのいだ。木本見事なセービング連続でしたね。ここは下がってきた吉尾のところ、本田がうまく対応します。ただゼルビアボール、ちょっと本田はまだ起き上がれない。さあプレーは続行、前岡田が抜け出してきてフリーになったところ、ここは川久保がよくカバーしました。最後飯田がなんとか戻ってきてのフォローという形になりました。今度は左から庄司のコーナーキック、安藤がすらして、こぼれたところジニーニョが行く、中に入れてヨルディ・バイス、決まった。先制ゴールは京都サンガ。だからオフサイドという判定になりましたね。ああここは得点が結局取り消されたということになりました。結局判定は今のはオフサイド。さあそして変わって、今度はどうか、ジュニーニョから繋いで、宇高、そしてこぼれたところ押し込んでいった。今度は正真正銘のゴール、最後川久保ねじ込んでいって、今度は正真正銘ゴールネットを揺らしました。ノーゴールの判定からわずか
ここをね負けなかったことがね、はい、運命を分けましたよね。そしてジュニーニョからピーター・ウタカヤのそのワンタッチのシュートがね強烈でしたから秋元も止められなかったですしね、それを信じて金久保は詰め続けたところ、京都の意地を見せた一発でしたね。そしてここで試合終了のホイッスル。京都さんがやはりホームでは強い。これでホーム4戦4勝、サンガスタジアムバイ京セラでは負けなしです。